皆さんおはようございます。昨日ちょっとお話をした庭にいくつかかけてある四十からの巣箱、その中でもですね、ちょっとこの間去年ですね、天敵イタチかなと思われるものに襲われてしまった巣箱、入り口の補強をしたものがあります。この後からいかにも取ってつけたように厚みを増した入り口のところ、これがまあ補強なんですけど、これをしたらせっかく補強したのに四十からは入ってくれませんでした。ところがですね、この間ちょっと中を掃除しといた方がいいかなということで、開けてみましたらですね、これ見てください。まあいろいろ図鑑とかですね、巣の本とか、あとインターネットでも調べてみたんですけれども、これは山根の冬眠用の巣になるというふうに、憶測できます、推測できます。まあ、冬眠用じゃなくてもここに来てですね、夜過ごしているのかもしれないんですが、まあ、よく見てみると、木の、なんていうのかな、草をこうちぎって持ってきて敷き詰めてある感じですかね。よくある、四十から山柄さんの巣なんかとは全然違います。で、中にちょっとスポンジ状のものがポロポロ落ちていて、なんだろうなと思ったらですね、この巣箱を取り付けた時に、少し木に、ワイヤーが食い込んだりしてしまうので、それ防止用にここにスポンジを針金の内側に巻いたんですよ。それをかじってですね、これ見ていただくとずーっとぐるっとかじって、多分この巣の中に全部このかじったやつ持ってってると思うんですけども、保温用にしたのか、この中に、持って入っている状態になっています。こんな巣を見つけたので、昨日明日録画して、アップしますよということでお伝えしたものがこちらになります。まあこのまましておきます。来春来てですね、春来てもまだこの状態になっているかもしれませんが、ちょっとこの巣箱は四十から用ではちょっとなくなってしまうかもしれませんけれども、とても楽しみです。実はですね、ちょっと横に、山根さん用につけた巣箱がですね、地面の近くに実はあるんです。でもね、これ一回はちょっと夏寝床に使っててくれたようなんですけど、それ以降使ってくれなくて、まあ大体虫が入ってることが多いんですけど、いろいろ本読んでみると、やっぱりちょっとこれはつける位置が低かったみたいですね。これはちょっと位置を変えて、これ見ていただくとわかるんですが、入り口が通常ここに、四十からなんかの場合は、開けてあるんですけれども、山根の場合はですね、こっちの木の方側から入ってくるということで、こっちに穴が開いています。そんな巣箱もあるんです。まあ、こんな形でですね、大きな木の根元につけたんですが、根元すぎてこれは、ちょっとまずかったということが今回よくわかりました。今日もですね、とっても綺麗な青空が、少し遅れてですけれども広がっています。ちょうど庭の真ん中ぐらいまで来てですね、この辺で森を見上げるのが一番、綺麗な感じですね。昔CD でフィールっていう、フィールの一番ですかね、のジャケット、これを360度カメラで魚眼にするとそうなるかと思うんですが、そんなような絵もちょっと感じられる景色になります。ということで、レポート終了します。